久保さん、猪木にしましょうか。猪木。人間は必ず人生の天気を直感し、的確に判断できるかどうか試させ、試される時が何度かあると。人間には必ず人生の天気を直感し、的確に判断できるかどうかを試される時が何度かあると。まあ、保さんが多分直感して、それを、もし判断を見余ったら今はないでしょうね。直感で、あ、これだと。 これだとああの時思ったから、まあ、今があるんでしょうね50歳の誕生日をこうやって迎えられた我が家、うん、現金一括で買った我が家で50歳を50歳を迎えられるっていうのは、うん、あの時の直感の通りにねうん動かなかったら今はなかったんじゃないかなと少なくとも麻雀店をずっと続けてたら今の家もないし今の家族もないだろうし大和くんも生まれてないと思うんで。 まあアントニオ猪木さんのこの言葉っていうのは、まあ本当にそうだなと思いますね。僕自身も何度かあります。鹿児島に出るときも直感というかね、感じた、まあまあ、まあ、動きましたけど、結果的に僕は、あのー、いい人生を今送ってますんで、まあ、もし、まあ、万が一ね、それがうまくいかなかったとしても、まあ、自分がき感じた通りに動いてうまくいかなかったら、それしょうがないなって諦めがつくんだけども、 なんかね久保さんが言う通りねこう直感でこう感じるんだけども、うん、なんかあだこうだ後から理論付けるんですよね僕は鹿児島が直感でいいなと思ったんですよだけどなんかいや不便だなとか田舎だなとかあのなんかいろいろ後付けしていくんですよねいろいろ後付けしていく <laughs> そう感じてるしそう思ってるんだけどもいろいろ思考が邪魔していくっていうね、まあ、これが まあほととんどの人かなと思います。まあ、僕もそういう時もありますけども、まあ、できるだけその感じた通りに動くっていうのがまあベストかなとなぜならばそれが自分の、うん、手持ちのカードというか、うん、感じるカードですからね、うん、いいってらっしゃい。